以前何度かコメントをいただいている高釣りチャンネルさんの自作の仕掛けを今回は水中でどういった形でこう動いているのか、そういったところをですねちょっと撮影してみたいかなと思うので、今日は高釣りチャンネルさんに教えていただいたリンクから動画を見て、それをなるべく忠実に再現をできたらと思うんですけども、高釣りチャンネルさんがやられてたのが、こういったパイプ、こういったチューブでも多分いいのかもしれないですけど、こういったものと、中通しの重りをですね、接着剤でつけて、でこれを天秤代わりに使っているのを見ました。それとまたこういった、ハリスと、針で、こういった市販のものじゃなくて自作でやられているものと、こういったフロートの浮き、小さい小浮きですねを、つけたもので、仕掛け、こういったハリスと針の、餌もついたところがどういうふうにこう浮いているのか、あるいはその地面についているのかっていうところをちょっと今回作って見てみたいと思います。ぜひ動画の途中でも上にリンクを貼ってあります。またあと概要欄のところにも高釣りチャンネルさんの動画を貼らせてもらってるので、そちらもぜひご覧になってください。はい、ではまずですね、誘導の重りを作っていこうと思います。こちらはこういったフロート、おそらくホームセンターだったりとか、100均とかももしかしたらあるかもしれないですが、今回ちょっと急ぎで釣り具屋さんに行ってですね、こういったものを買ってきました。でこれはもう定番の夏目の、今回使ったのは6号の重りですけど、形的に入りそうかなと思ったんですけど入らなそうですね。どうやら、はい、入らないです。なので一応入らないかなという想定も含めて、こういったゴム管の重り、これは5号ですけどを買ってきたので、今回はこれで試してみます。でまた次回以降にですね、この仕掛けはせっかく夏目重りとこういったパイプも買ったので、インパクトドライバーでここの K の部分を拡張して、こういったパイプだったりをこう通してみながら接着剤をつけて作れればいいかなと思っているので、また次回にこれは回してみます。それではもう一つ、こういった発泡しもり、あるいはとても小型の浮きですけども、これは蛍光型4号人炭7号って書いてありますけど、一応こういった本当に小さい浮きと、このこれは市販のものですけどアスリートキスの中間であったりとか付け根の部分、結び目に必要な部分だけは残して、その中間ぐらいですかねにこのしもりであったりとか浮きを入れて、先ほど作ってはいないですね、このゴム管の重りで誘導の重りにした上で、サル管を入れて、その下にこれに発泡器がついた、仕掛けで実際に水中で見てみます。これに関しては本当に発泡です。発泡スチロールとかの発泡で、すごい軽いというかあまり持ってる感覚がない、非常に軽いです。実際にこれがだから水中で浮遊するのか、それとも磯目もついた針の方が重くて沈んでしまうのか、ちょっとそこも含めて見てみたいですね。で発泡しもりに関しては、ここは浮き止めを入れてもいいんですけど、簡単に爪楊枝をここのところに刺して
このような形で留めれればなと。爪楊枝のところはここまで長く必要ないので、まあ、途中のところで折るか、あるいは切ってしまうか。で、念のため、アスリートキス、これが、ハリスが15センチしかないので、まあ、ここの、ハリスの先端のところとサルカンを結ぶとなると、どのぐらい必要かちょっと、イメージがまだしっかり実際に結んでみた方がいいかなと思うので、あくまでこのような形の、ここが今ない状態ですね。ない状態にしてみます。まず道糸で、今回は PE のこのラインなんですけど、P ラインの先端に、5号のですね、こういったゴム管重りを入れていきます。はい、そしたらこちらのゴム管重りを P ラインに差し込んで、その後に絞り玉を一つ入れます。最後に、そしたらなるべく小さいもので構わないので、はい、結び終わりました。まずはこの発泡しもりを使ったまあ、こういった形ですね。これはもうこの途中で折っちゃっていいので、まあ、これと今つけたサルカンを結んでいきます。はい、そうしたら完成です。ここにアスリートキス、発泡しもり、爪楊枝で固定したもの、サルカンの次に、一応ゴム管なので、まあ、当たっても問題はないんですけど、一応念のため、しもりを一つ入れて、こんな形で誘導の仕掛けになります。そしたら今回は赤い染めをつけてみますね。
に漂っちゃいすぎちゃうので、この絞りの部分を少しサルカンに近づけてみます。このぐらいですかね。じゃあこれで見てみましょう。そしたらラストはこの絞り玉をハリード、まあ、手前ですね、約1センチぐらい開けたところにつけて仕掛けを見ています。Thank you.